ニオブチタン合金の特徴は何といっても超伝導特性。ニオブとチタンの合金であり、第二種超伝導体として知られ、超伝導磁石に広く使われている。高い臨界磁場と高い臨界電流密度を両立し、しかも価格が手頃で加工性にも優れる。ニオブチタン合金は他の数多くの超伝導体と比べても有用性が際立っていたことから、最も広く利用される超伝導体の地位を確立した。ニオブチタンは、超伝導の素材として、ワイヤーが一般的に使われております。リニアモーターカーに、使われているのが一番多いかなと思います。で、そこについての箔というものが、リボンというものが、世の中にはなくて、そこをどうしても使いたいっていうお客さん向けに、お手伝いをさせてもらっております。お客様の方でインゴットまで作れたんだけれども、その先がどうしても作れないというところで、そこから、箔を作るための試作を、繰り返して作り上げました。で、本当はお客さんは、超伝導の薄い箔のリボンが欲しかったんですけれども、後工程の、大変さから、私どもの箔、10ミクロンなんですけれども、それを使っていただけることになって、それは後加工をいろいろして、使っていただいております。そこはチリの、電波望遠鏡の配線素材として使っていただいているので、ちょっと海外に出ている、唯一のものかなと思っております。